スターチャンネル解説の木村奈穂子です。これからご覧いただきますのは28週後ブリティッシュホラー2007年のイギリス映画です。そのウイルスに感染すると数秒で脳に侵入し凶暴になる。そしてゾンビのように人間を襲って感染を広げていくという感染ホラー。この作品は2002年に大ヒットしました映画28日後の続編です。前作の監督はあのトレインスポッティング、スラムドッグミリオネアのダニー・ボイルで世界的なヒットとなりました。続編では制作総指揮に回っております。さあ続編はある家族の感染物語です。プロローグはウイルス発生から28日後、ロンドン郊外保護区域の屋敷で生活する夫婦のところに感染者が近づいてきます。感染する妻、一目散に逃げる夫。オープニングは夫婦間の恐怖から始まります。そしてタイトルにある28週後の舞台となります。都市の復興が始まる中、この物語の中心となる家族に何が起こるのか。妻を見捨てた男、それを知った子供たち、生き残るのは一体誰なのか。家族だからこそ起こりうるドラマ、複雑な感情の果てに感染が感染を呼んでいくんですね。さあ主演はロバート・カーライルです。イギリスのスター俳優がこんなところで卑怯者を演じるのがお茶目なんですね。しかもカーライルはエグエグのゾンビキャラをやってみたかったんでしょうね。後半のゾンビなりきり暴れぶりはさすがに見せます。28週後、あなたのハートには何が残るでしょうか。エンディングクレジットの後にまたお話ししましょう。